所得増税1000億円確保。2018年度の税制改正、焦点となっていた所得税の改革。年収800万円以上の会社員を増税することで、政府与党合意しました。これによってですね、1000億円を超える財源、新たに確保します。控除制度、これを見直して、公務員含む給与所得者の 5% 程度に当たるおよそ300万人。これが年収800万円以上と言われている人たち。この人たちの増税、となるわけです。なんですがね、年金以外に高額の所得がある高齢者およそ20万人も増税となりまして、子育て介護世帯負担が増えないように配慮するということなんですが、こちらはいかがですか。これはね、2つ思います、はい、1つは増税をするということが規定路線であるのならば、高額所得者から税金を徴収するということは、僕はいいことだと思います。はい、そういう意味で、増税の種類の中では、やっぱりこの所得税の、累進性を加速するという方針は僕は間違ってはいないと思います。はい、これが1点です。はい、で、2点目。だけど、なんで増税せなあかんねんちゅう話です。はい、これはもう明らかに、高額所得者の消費意欲、投資意欲を、減災させてしまうと、縮減させてしまうことはもう明白ですから、このデフレの時代に何してんねんというのが2つ目の意見ですよね。だから、もし仮にね、だからこの2つの意見をまとめて言うのならば、はい、この増税をする代わりに消費税は増税しないですとか、はい、この増税をする代わりに、他の所得の低い人たちの、はい、例えば医療負担とかを軽減させるというのであるならば、所得再分配の効果を持つわけですけど、そういう話はもうどこ見ても書いてないですよね。純然たる純増税なわけですよ。だからこれはもうふざけるなの話になりますよね。だからこれも、なんでこれやるんやっていう話になりますよね。はい。経済の大御所2人、消費低迷は社会保障不安が原因と断定。財政制度審議会会長や日本経済学会の会長を歴任した東京大学吉川名誉教授と山口前日銀副総裁が先週連名で消費の低迷の要因についての分析リポートというのを公表しました。賃金の上昇不足と将来不安が2大要因と総括しまして、政府に対して持続可能な社会保障制度の将来像、これを明示することを要望しています。これが今、霞が関とか永田町界隈では非常に話題になってるそうですね。これ低迷する消費というレポートなんですが、今ご説明いただいたように、この、まず、連盟者、3人連盟者いるんですけど、そのうちの2人がですね、はい、経済学会会長をやられた東大名誉教授の吉川博先生と、もう一人が日銀副総裁を前やっていらっしゃった山口さん。はい、この2人も、経済界の超重鎮、超大御所2人がですね、こういうことを言ってるんです。日本の今、景気がダメなのは、その主要なエンジンであるところの消費が低迷してるからだと。はい、消費が低迷していることの原因の一つは、賃金が下がってるからだと。はい、ここまではいいんですよ。で、もう一個重要な要因があって、それが国民の将来不安だ。とこう言ってるんですよね。で、将来不安を払拭するためにも、持続可能な社会保障制度、税社会保障制度を設計すべきだと。はい、こう言ってるんですよね。で、これを普通に読むとですね、例えば自民党の緊縮財政派の人とか、だからやっぱ消費税増税せえへんかったら国民が不安になるから、増税をすることで社会保障制度の安定財源を作ったら国民がすごく安心するから、ゆっくりと消費し始めるだろうという議論を強化してですね、消費税増税論を加速しているという状況があるんですね。で、これはほんまかなと思って、レポートをよーく見てみると、僕が、もうこれ、記事、昨日僕はインターネット記事で配信したんですけど、断定しますが、デタラメです。デタラメ。僕はこれはフェイクレポートと名付けてます。フェイクニュースってあるじゃないですか。嘘のニュース。それと同じで、この分析レポート、フェイクレポートです。なぜかというと、一番重要なのはここなんですよ。社会保障の将来不安があるから、消費が低迷しているということを結論で断定してるんですよ。要旨を見ても最初の1ページ目に、不安があるから消費が低迷していると断定してあるんですよ。で、その根拠はどこかなと思って、いろいろ読んでみると、こう書かれてたんですよ。とにかくね、消費が低迷しているというデータがあると。そのデータだけを見て、この原因は、将来不安があるからだと言ってるんですよ。ちょっと待ってと。はい、いや、だって、A が B の原因であるということを証明するためには、それなりのデータが必要なのに、だから B があるということを言うだけで、A が B の原因だ、とこう言ってるんです。ちょっと待ってと。だから、根拠が示されてないんです。で、もうちょっと丁寧に言うとね、国民が不安だということは書かれてるんですよ。不安になってるってデータがアンケート調査で出てると。まあ、それは不安やよなと。で、一方で、消費が低迷してると。低迷してるよなと。そしたら、で、彼らはこう言ってるんです。もうほぼこういう言い方ですよ。おそらく、不安だから、消費を低迷させてるんだろうと、我々は見ている。まあ、見合ったらええですわ。別にそう思うんやろと。僕はそう思わないかどっちしてもいいですよ。だから、分析本文のとこにはそう思うって書いてあるんです。ところが結論になると、不安が消費を低迷させているって断定してるんですよ。断定してるんですね。だからね、これはもう、詭弁ですね。デマというか、詭弁というか、よくもまあね、その、元経済学会の会長がね、経済に関してこんな、でたらめをよく言うなと。で、これね、僕よくわかるんですよ。学者が、論文を書くときはこんなん絶対通らないですよ。でもね、なんかこう、研究機関のレポートやったら、好き勝手書けるんですよ。査読者いないので。だから、レポートで出してはるんですよ。これ、学術論文だったら絶対アウトですね、こんなん。よくもこんな恥ずかしいことするなと。で、先ほど藤井さんもおっしゃいましたけど、このレポートが霞が関、永田町で、出回っていると。そうすると、先ほど言ったその消費税は増税すべきだというところにつながっちゃうということなんですね。そして、その安定財源を確保するために、社会保障不安をなくすために、公共事業だとか、防災だとか、あと、防衛だとか、教育だとか、そういうところを削って、社会保障財源を、あるよと、年金あるよというふうに言うと同時に、年金負担を上げて、で、増税をして、で、将来の社会保障費ありますよって言ったら、安心できるんだから、これから公共事業を削って、防衛費も削って、消費税増税しようという議論が高まってるんですよ。で、これは本当に自民党内で、このレポートを受けて高まってるんですよ。でも、それはそうじゃないんだと、いうことなわけですよね。藤井さん、例えば消費低迷、まあ、これはもうデフレかなと。将来不安、このあたりっていうのはどういうふうに分析を？将来不安っていうのは当然あって、で、もちろん、例えば中国の方が消費を縮小してるのは、社会保障費がないから、しょうがないから貯金してるって、これはまああるんですよ。と、日本人は、特にね、今この彼らが示しているデータを見るとね、特に消費成功を下げてるのは34歳以下の世帯なんですよ。で、35歳以上はそんなに減らせないんですよ。で、50歳以上なんかって消費成功高めてたりとか、これ貧乏だからなんですけど。で、若い人がすごい消費成功下げてるんで、これ、なんで若い35歳以下だけが下げてるかって言って、これ、吉川さんたちは、年金が不安だから、ちょ、待てと。なんで35歳以下だけが、年金のこと不安で下げて、35歳以上のやつが下げてないの。これめちゃめちゃじゃないかっていうところ一個あるんですけど、35歳以下の人が不安なのは何かっていうと、デフレですよ。やはりデフレなんですね。で、失業するんじゃないかとか、自分が勤めてる会社が潰れるんじゃないかとか、あるいは会社に勤められてても給料が上がらないんじゃないかとか、そういうことが不安で、怖いから自己防衛のために貯蓄を高めてはるわけです。で、特に35歳以下って一番弱者ですから、一番最初に切り捨てられる人たちで、で、かつ、どこの国でもそうですけど、若年層って失業率は倍ぐらいあるんですよ。だから一番弱い立場なので、自己防衛のために、デフレに対する自己防衛のために、貯金を高めて消費成果を下げてると考えるのが僕はすごい普通だと思いますね。となれば、そのデフレをどうやって解消するかということですよね。デフレを脱却すれば消費成果は上がるだろうと。だから、で、まずデフレを脱却するために、一番やってはいけないことは増税なんですよ。消費税増税なんです。だから、デフレを脱却するために、まず 10% の増税を延期しましょうっていう話になるはずなんですよ。そしたら、で、かつ財政政策をやりましょうと。そしたら、日本経済が良くなっていくなということになれば、積極財政をやれば、みんなが安心をしてお金を使うようになるということが推論されるわけですね。僕にとってはこちらの推論の方が、吉川さんたちがやってる推論よりも、10兆倍、10京倍、10外倍、10無料対数倍。桁が違いますね。信憑性が高いと僕は思います。で、そうじゃないという方がいるんだったら、ぜひその理由を言っていただきたい。で、ちなみに僕はこのレポートはおかしいと。で、こんなものデマだと、フェイクだと、断定しているので、もしそうじゃないと思うんだったら、吉川宏先生聞いてくださってるんだったら、ぜひ僕に反論してください。僕のペーパーを読んでいただいて3つの疑問に答えてください。それに対していつでも僕はご回答をお待ちしてます。確かに、だから消費が低迷している、そして特に35歳以下のね、若者が不安を抱いて、それはもう取りも直さず。デフレだということなわけなんですね。この可能性の方が高いと思いますね。少なくともこのレポートには彼らが主張している因果関係についての主張を裏付けるデータは一切載ってない。今朝のコメンテーターは藤井聡さんでした。